亀山ハイウェイオアシス間、亀山パーキングエリアは、三重県亀山市の東名阪自動車道上にあるパーキングエリアである。上り線は PA に隣接する県営公園、亀山サンシャインパークと一体となっており、三重県内唯一のハイウェイオアシスを構成している。上り線の施設は、一般道に面する県営公園の駐車場から徒歩、車椅子にて利用することが可能である。また、上り線側の県営公園と下り線側の PA 間には自動車専用の歩道橋が設けられており、下り線 PA から県営公園と上り線の施設を利用することができる。参考資料、亀山パーキングエリアスマート IC、亀山パーキングエリアスマートインターチェンジは、亀山パーキングエリアに併設されているスマートインターチェンジである。スマートインターチェンジ社会実験の実験箇所に採択され、2005年12月17日から2007年3月31日までの間、上下線ともに亀山市道と接続する出入り口が設置された。2007年3月20日に連結許可を得て、同年4月1日より正式運用を行っている。なお、2008年1月10日から3月30日まで安全対策工事のため運用を一時休止し、スマート IC にご進入した車両を安全に U ターンさせる前進型対出路が整備された。これによって全長12メートルを超える車種へ対応可能なスマート IC に改良された。亀山パーキングエリアスマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。